プロ野球のドラフト会議まで2ヶ月を切った夏の甲子園が終わり各球団のスカウト会議でも絞り込みの時期に入っている今回は高校行くの手の指名候補についてまとめてみたい花咲徳治、石塚は1位入札の可能性全体的に今年の高校行くの手は遊撃種に高素材が揃っているその筆頭が石塚雄星花咲徳治だ狂犬かつ強だ そして俊足と高いレベルで三拍子が整っている。打撃面は高校通算26本塁打と特筆すべきほどではないものの、その技術は高校生の中では頭一つ抜けている。右のスラッガーで遊撃を守るとなれば、1位入札の可能性もありそうだ。石塚と双璧を成すのが宇野間次郎早稲田だる、だ。こちらも右のスラッガーで、 今春から使用の木製バットでも本類打を量産。夏の甲子園でも鳴門渦潮との初戦で3安打3打点の活躍を見せており大舞台での強さを示した守備型の遊撃手では中村ナ一揆宮崎賞野名が上がる 183cm71kg と細身だが運動能力の高さは折り紙付き 投手として140キロ台中盤を出す強肩ぶりも魅力だ。他のポジションでは、箱山春人、健大高崎、が上位候補に入るだろう。今春の選抜優勝校のキャプテンで4番、保守。チームの大黒柱として夏も聖地に導いた。実力の確かさとともに、リーダーシップの面でも期待できそうだ。また、外野手の小林照弘、上村学園、 は打力の高さでプロを目指せる。この中で石塚、宇野、箱山の3人は、第13回 BFAU18 アジア選手権に出場する U18 侍ジャパンのメンバーでもある。国際舞台での躍動に期待しよう。甲子園組に出ていない選手にも有力遊撃種が多数。夏の甲子園に出ていない選手の中にも有力な遊撃種が多い。斉藤大将、金沢、 は石塚、宇野と引けを取らないスケールを誇り、勝負強い打撃が武器。操作神田、中央学院、はソフトバンクの今宮健太を彷彿させ、小柄ながら運動能力で勝負できる逸材だ。今坂後期、大院大高、はアグレッシブな守備が持ち味。チームが春季大会で大阪桐蔭、犠牲社を破って優勝したが、その原動力は今坂だった。森井翔太郎、 東方は都内の進学校に現れた素材夏の初戦にはスカウトが40人集まり話題を呼んだなお森井は米国の大学進学も視野に入れているそうで進路選択にも注目したい他のポジションを見るとモイセーフに聞いた豊川はパワー抜群の左の大砲選抜では新基準バットで右翼席に本塁打を放っている左の強打者で言うと 森春太桐光学園の評価も高い保守は守備型の竜山団エナジック打撃型の地域競合横浜が有力候補立山は 172cm と上背こそないもののソフトバンクの甲斐拓也のような強権が見もの歯医は今夏の神奈川県大会決勝でサイクル安打を記録するなど天性のセンスが光る